今回は卯の花を作っていこうと思います。あると嬉しい一品です。お酒のお供にもなる、当然おかずにもなる、でも作るのがちょっとめんどくさい、ちょっと時間かかるんだよななんて思う方もいるかもしれませんけれども、作ってみたらまあ美味しいっていう卯の花を作ろうと思います。今回はちょっと甘め、ちょっと味は濃いめ、そしてしっとりと炊いていこうと思っています。では材料の紹介です。おから 300g、 鶏ひき肉 80g、 しいたけ1個、人参 80g、 冷凍あさり 40g、 長ネギ1/2本、白砂糖、お醤油、サラダ油。こちらの白砂糖、お醤油、サラダ油に関しては後ほどこの辺に分量を出すようにしておきます。それでは調理していきます。はい、では材料の準備していきます。はい、先ほど用意しておいた人参 80g です。こちらね、もうピーラーで皮引いちゃいます。はい、人参の皮が引き終わりました。そしたらね、今度は薄めにスライスしていきます。はい、薄めにねスライスしたらね、今度はね細めに切っていきますよ、ね、切り方としてはねこんな感じで結構ですよ。はい、人参はねこんな感じで切り上がりました。はい、端に避けておきます。はい、椎茸です。はい、椎茸も切っていきます。椎茸はね薄めに切ってくださいね。はいね、ちゃんとね、あの軸の部分も切ってね、入れちゃいますからね、これね。はい、椎茸もこんな感じです。はい、ネギです。ネギの方はね、こっちの青い部分まで全部使います、今回は。はい、野菜の方はね、こんな感じで刻み上がりました。野菜の下ごしらえは以上になります。はい、それでね、冷凍あさりですね。この冷凍あさり、このまま入れてもいいんですが、冷凍あさりからね、お出汁がいっぱい出ます。ですのでね、少しね、こう切っといてもらった方がいいと思いますよ。あんまり細かくしなくて結構です。はい、これぐらいの感じで結構ですよ。はい、こんな感じです。これで材料の下ごしらえは終わりました。はい、それでは材料の方をね、炒めていきます。ね、いつもの炒め鍋です。今回もね、炒め鍋使うんですけれども、ちょっと深め、ちょっと大きめの方が使いやすいと思います。まずサラダ油入れます。大さじ2杯入りました。はい、炒め鍋がね、温まってきたら、鶏ひき肉を入れます。今回ね、卯の花に鶏のひき肉を使ったりとか、ね、冷凍のアサリを使ったりとか、ちょっとね、変わってるなと思う方も多いかもしれません。今回はね、お出汁を使わないので、この鶏のひき肉であったり、冷凍アサリであったり、あとね、椎茸なんかからもね、いいお出汁が出ますんでね、この具材がお出汁になります。はい、大体ね、炒め上がってきてね、白くなってきたら冷凍あさりを入れます。はい、冷凍あさりも入りました。先ほどね、刻んでおいたお野菜全部入れちゃいます。はい、このまま炒めます。はい、大体ね、6、7割火が入りました。
はい、おからを入れちゃいます。おからが入りましたよ。はい、これもね、いっていきます。焦がさないようにね、ちゃんと手を動かしながらね、ここで手を動かさないで焦がしてしまうとまずくなっちゃいますね。焦げの味が入っちゃいますんでね。はい、ここでね、お水だいたい 200cc ぐらいちょっと入れます。ここでね、ちょっと水の分量を見てもらって、全体がしっとりする程度にお水を入れてください。これね、結構重要な工程でしてね、しっとり仕上げるためにはちょっとお水を多めに入れるっていうのが重要です。ちょっと 200cc で足りなかったんでね、 100cc ほど追加しました。今はい、お水 300cc を入れました。はい、ここからはね、手を休めずにね、練り上げていくような感じです。現在ね、火力は強火なんですけれども、焦がさないようにね、皆さんね、火力は調整してください。ちょっと火力を落としますよ。今中火ほどに火力を落としました。はい、お砂糖を入れていきます。結構ね、お砂糖入るんですよね。今これで 120g です。ね、加熱しながらね、ちょっとこうやって混ぜて味をね、全体に回らせていきます。はい、ちょっと味見をしましょうね。はい、お砂糖が 200g ほど入りました。ちょっと甘めの感じにしますんでね。で、あとこの後ちょっと味が詰まっていくことを計算して、現在 200g です。甘さは決まりました。はい、このままね、また強火にしてね、煮詰めていきますよ。ここでね、手を止めるとね、焦げてしまいますんでね、一生懸命手は動かします。はい、ここで頑張ると美味しい卯の花が出来上がります。はい、だいたいね、7、8分このまま練っていたんですけれども、だいぶね、水分は飛んできましたね。徐々に手応えが重くなってきています。手は止めません。手を止めるとね、焦げてしまってね、美味しくなくなっちゃいますんでね、ここ頑張りどころです。ね、炒めてる音もだいぶ変わってきたのが、カメラを通してマイクを通してわかるかと思います。はい、ちょっとね、火力を弱くします。はい、今ね、弱めの中火程度です。はい、ここからね、お醤油の味を足していきますよ。一度に入れません。少しずつ入れていきます。はい、また火力を上げます。お醤油の分量もね、お砂糖同様、自分の好みにするために少なめからね、少しずつ入れていって、味見をしながら お醤油の分量もね、決めてくださいね。この段階ではね、お醤油の味付けはちょっと薄め、ちょっと薄めが美味しくなります。これからね、水分が飛ぶと味が濃くなってきます。だいたいお醤油の味が決まりました。今回は 80cc 使いましたね。お砂糖 200g、 お醤油 80cc の分量です。あとはね、皆様のお好みで分量は調整してくださいね。今回ちょっと甘め、ちょっと味濃いめの分量になっています。はい、あとはね、ひたすら水分を飛ばしていきます。焦がさないように手は止めません。ここでね、水分の飛ばし方、練りが甘いとですね、傷むのが早くなっちゃいますんでね、よくここはね、水分を飛ばしていきます。パサパサになるほど炒めなくてもいいですよ。
しっとり感が残る程度ね、そのぐらいまでこう詰めていきますね、炒めて。はい、だいぶ水分が飛んでね、まとまってきましたね。画面を通してもわかるかと思います。まだね、少し手応えがあるんでね、手応えがあるというかね、まだ柔らかいなと思いますんで、もう少し炒めてね、水分飛ばしていきます。だいたいね、炒め始めて20分が経ちました。その間ね、ずっとこうやって手を動かしてます。はい、だいぶ出来上がってきましたよ。だいぶね、もう炒め上がってきたんで、こうやってもね、もう水分出なくなってきてますね。押しても水分出ません。はい、では火を止めます。はい、うの花が炒め上がりました。はい、では盛り付けていきます。うの花が完成しました。今回はしっとり食感のちょっと甘め、ちょっと濃いめの味付けのうの花を作りました。ご飯のおかずに、そしてお酒との相性もいいうの花です。ではポイントです。今回おからに合わせる具材は、だしの出る具材を使っています。鶏ひき肉、冷凍あさり、しいたけ、人参、長ネギを使っています。この他にイカや他のキノコを使っても美味しいと思います。皆さん工夫してみてください。おからを練り上げるときには、しっかりとお水を入れて練り上げていきます。今回おから 300g に対し水 300cc です。しっかりと水分を飛ばすことによって、滑らかな食感のうの花が出来上がります。味付けは薄味から徐々に濃くしていってください。今回はしっとり食感、ちょっと甘め、ちょっと濃いめの味付けのうの花を作りました。皆さんぜひ作ってみてくださいね。